はい、皆さんこんにちは、高井です。本日は2024年3月26日です。今回は HKT48 チーム K4 ここにだってテンション L 公演があるので HKT48 劇場に向かっています。3月もついに最後の週になりました。最近は気温や天気の変化が激しく、あと1週間で4月になりますが、4月らしい穏やかさは全く感じません。今週末は東京でネクストアイドルグランプリや福岡でおしゃべり会もあります。その時までには天候が回復していると思いたいです。さて本日の公演の出演メンバーは秋吉ゆかちゃん、伊沢美優ちゃん、今村まりやちゃん、江口ココハちゃん、大場里咲ちゃん、栗山里奈ちゃん、坂本エレナちゃん、竹本くるみちゃん、立花心ちゃん、田中いおりちゃん、児童絵ねねちゃん、福井かれんちゃん、松岡花ちゃん、森崎さえちゃん、そして研究生の大内凛香ちゃんと藤野ココハちゃんです。まず本日の公演の一番注目すべきことは、栗山里奈ちゃんが本日の公演をもって劇場公演出演回数300回を達成します。栗奈ちゃんは体調不良で休演したことが過去に1回しかありません。そのためチーム公演はほぼ解禁賞です。またひまわり組のパジャマドライブ公演にも多く出演しており、 HKT48 の中では2位または3位を争うほど出演しています。同期にもすでに300回達成したメンバーがいます。2018年に加入した5期生ですが、劇場公演出演回数300回を達成するメンバーが少しずつ出てきました。ちなみに秋吉ゆかちゃんは劇場公演出演回数が800回を超えています。今年中には900回を超えると予想されています。 HKT48 の中では歴代4位、48グループ全体でも歴代8位の劇場公演出演回数です。また今村まりやちゃん、坂本エレナちゃんの2人は700回を超えています。山下エミリーちゃんは3月20日のここにだって天使はいる公演で肩の怪我から一度復帰しました。しかし肩の痛みが再発したためか、本日の公演は休演となりました。チーム K4 メンバーだけでは2人足りないので、今回も研究生である大内凛香ちゃんと藤野ココハちゃんが出演します。この2人はこの公演だけではなく、チーム H の目撃者公演やひまわり組のパジャマドライブ公演にもほぼ毎回出演しています。特にチーム K4 はメンバーが15人しかおらず、公演開催に必要な16人に達していないため必ずと言っていいほど出てくれています。また秋吉ゆかちゃんは昨日の3月25日に HKT48 秋吉ゆかのラブラビ最終回を迎えました。さらに先日発表された HKT48 栄光のラビリンス CM 選抜2024でチーム K4 からは立花心ちゃんが5位、今村まりやちゃんが6位、江口ココアちゃんが7位、田中よりちゃんが9位、秋吉ゆかちゃんが12位、森崎さやちゃんが13位にランクインしました。この栄光のラビリンスの CM 選抜にも今後期待したいです。それでは時間ですので、 HKT48 チーム K4 の公演を楽しんできます。はい、それでは公演が終了しました。公演終わって外に出るとかなりの大雨が降っていて、正直家に帰るまでが大変だったんですけど、無事に家に帰ってくることができました。本日の公演の感想について軽く話をしたいと思います。今回の僕の座席番号がなんと12番でした。座席表を見てもらったらわかると思うんですけど、最前列のしかも中央のブロックです。 HKT48 劇場が今の場所に移転してから一番いい席だったと思います。素晴らしい特等席で今回の公演を楽しむことができました。最前列の席は見え方が他の席とは全く違います。後方席の場合だと上から下を見るような見方になるので、客観的に見てるような感じです。 YouTube を見たりとか映画を見たりとかしているのと近い感覚です。しかし最前列の場合はその真逆で、下からメンバーを上に見上げるような形で見るのでかなり立体感があります。映画館で 3D 映画を見ているような感覚に近いのかなと思います。遠い席からは平面的な見え方をするんですけど、最前列の場合は立体的にステージからメンバーまで全てを見ることができて、後方席とは違った特別感のある見え方で公演を楽しむことができました。また最前列ということもあり、メンバーとの距離が一番近いです。レスをもらうと簡単にそれが分かります。後ろの方の席でメンバーと距離が離れているとレスがもらえたかどうか不安になる人って結構いると思うんですけど、最前列の席に座るとそれがもう一切なくなります。これも最前列の特権かなと思います。実際に僕も今回は内輪とかは全く持ってきてなかったんですけど、ほとんどのメンバーと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 のメンバー
ンバーにレスをもらうことができたので、レスのもらいやすさで言えば最前列は最高の席と言っていいと思います。まずはじめに何といっても本日の公演で栗山アリナちゃんが劇場公演出演回数300回を達成しました。感覚的にはもっと出ていてもおかしくないんじゃないかと思うぐらいなんですけど、コロナの影響がやはり強くて公演ができない日が続いたということもあり、300回達成したこと自体は本当にすごいと思いますけど、もう少し出ていてもおかしくない感覚でした。クリナちゃんは休演というものをすることがほとんどなくて、出演予定の劇場公演を休演したことは過去に1回しかありません。チーム系方メンバーの体調不良が続いて公演自体が中止になったことがあるんですけど、その時だけだと思います。チーム K4 の公演ではほぼ解禁症です。最近はパジャマドライブ公演で新しいポジションで出演する機会も増えました。一番最初に300回達成したメンバーは川平ひじりちゃんで、2番目が今回の栗山里奈ちゃん、その後は田中いおりちゃんが300回達成すると思うので、今後その他5期生も300回達成するメンバーが出てくると思います。今回の栗奈ちゃんのユニットは2回転でした。まず1つ目のユニットは何度も狙いでした。松岡花ちゃんのポジションをやっていました。花ちゃんのハイハイという歌割りがあるんですけど、その真似をしていて非常に良かったですし、また可愛かったです。2回転目はジッパーでした。同期の田中伊織ちゃんと先輩の今村マリアちゃんともに披露しました。この調子で劇場公演やショールームはもちろん、その他活動も頑張ってほしいなと思います。坂本エレナちゃんは今回のユニットは夢のデッドボディでした。今回の僕の座席が最前列ということもあり、ギターを弾く手元を初めて見ることができました。後ろの方の席ではギターを弾いてるところはもちろん見えるんですけど、手元まではっきりと見ることはできません。エアーで弾いてるわけではなくて本当に弾いているんだなと実際に見て確認することができました。メンバー曰く演出の光で手元が見えずにギターが弾きにくいこともあるみたいで、不便もありながらうまくギターを弾けていたと思います。本人も今までの中で一番よくできたと言っていました。4月6日の土曜日13時から HKT48 フォーテッド劇場で新商品のメンバープロフィール生写真2024が発売されるようです。メンバーは指定できるみたいなので、興味のある自分の推しメンのプロフィール生写真を買ってみるのがいいと思います。また HKT48 フォーテッドの新シングルであるバケツをかぶれをチーム K4 公演で披露するのは今回で最後になりました。昨日からチーム K4 公演は2回連続で開催されていて、前々日のパジャマドライブ公演も含めると3日連続で公演に出演したメンバーもいます。本当にお疲れ様でしたと言いたいところです。今週末はエクストアイドルグランプ2024とおしゃべり会が開催されます。僕はどちらにも参加するので、その時の動画も出しますので、そちらもご覧ください。今回のこの動画が良かったと思った方はチャンネル登録と、あとはコメント高評価などもよろしくお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。